おい、大丈夫かよ。マネージャー、こいつをすぐに病院へ。バカ野郎、病院なんて大げさだ。明日は大事な試合だぜ。俺が抜けたら人数が足りねえ。ちょっと足ひねっただけだ。少し休んでやんな。バカはお前だ。ここで無理して二度と野球ができなくなったらどうすんだよ。そうなったら俺たちは。あれ、肉離れよ。明日の試合？残念だけど諦めるしかなさそうね。あ、なんだ君は。悪いわね、あんたたちの声が聞こえちゃったのよ。ほら、早く手当てしないとヤバいわよ。私が病院まで連れて行きます。筋力増強魔法ビルドアップ。しょー、じゃあ捕まっててくださいね。すごいわね、あのマネージャー。一人で男子担いで行っちゃった。でも魔法学園のくせに回復魔法使えるやつはいないのね。っていうか、あんた野球部だったのね。全然ユニフォーム似合ってないわね。君はキャルちゃんだね。同じクラスの双子の弟が世話になってる。え、双子？ああ、そうなの。それはどうも。っていうか、どうしたのよあんたら、そのしけた面は。実は明日の試合、うちはメンバーがギリギリで、一人抜けると試合ができないんだ。もともとうちは弱小だから勝てる見込みは薄いんだけど、3年生にとっては明日が引退試合でさ。ちょっとあんたら泣いてんじゃないわよ。そりゃ気の毒だけどしょうがないじゃない。今からじゃ助っ人も見つからないだろうし。あ、そういやあんたビーチベースボールの経験あるんだっけ。え、本当か。頼む、明日の試合助っ人に来てくれないか。詳しくないけど、野球とビーチベースボールって違うんじゃない。どうあんた、やれんの。まあそうなるわよね。おお、ありがとう。じゃあすまないけど明日頼むよ。そうだ、今から練習なんだけど君も参加していかないか。とっくにグローブはめてやる気満々だね。じゃあ一緒に練習しよう。ま、勝手にすれば。じゃあ私は帰るわね。二人きりの時ならともかく、恥ずかしいこと言ってんじゃないわよ。それに一緒に行ったって私女子だし、やることないでしょ。いや、それがあるんだ。ぜひキャルちゃんに手伝ってほしいことが。今日一日だけでいい。キャルちゃん、マネージャーをやってくれないか。はあ、やらないわよマネージャーなんて。そこをなんとか。俺たちマネいないと練習できなくてさ。でもほら、さっき病院に行っちゃったから。いや、なんでマネージャーいないと練習できないのよ。よく知らないけど、マネージャーの仕事って道具の管理とか掃除とかそういうのじゃないの。うちのマネは他にもノック打ちやティーバッティングのトス上げ、七色の変化球でバッティング練習もこなしてるよ。何その万能。あんたらよりマネージャー試合に出した方がいいんじゃない。てか待ちなさい、私にそれを求めてるの。いや、できるか。根拠ゼロで目キラキラさせんな。そもそも私野球とかルールもよく分かってないし、ノックとか言われてもどうすりゃいいのよ。あれ、ノックってのは守備練習の一つで、各野手に向かってバットでボールを打ってやるのね。で、
野手って何なの？って何教えてんのよ。やらないから。いや、バット握らせんな。キャルちゃんならできるっす。あんたらも声合わせんな。嫌いだわ、こういう体育会系のノリ。ったく、分かったわよ。やってみるから、あんたら守備につきなさい。うっす。よーし、じゃあ行こうよ。バットを握って、うりゃ。ん、あれ、ボールどこに飛んでった？あまりのスイングで場外まで飛んじゃったとか。え、下？あら、なんでこんなところにボールが。え、私が空振った？あ、そう。さあ気を取り直してもう一丁行くわよ。バッチコーイ。今度こそはバットを握って、それ。今のはミスった。完全にボールが落ちた後に振ってた。知ってる、気づいてる。はい、次。今ので200球連続で空振り。野球ってこんな難しいわけ？絶対物にしてやるんだから。え？ああ、ちょっと豆が潰れただけよ。こんなのツバつけとけば治るわ。ちょっとずついい感じにはなってるはずなのよ。私は諦めたりなんかしない。絶対に成功してみせる。私はノックを打ってやる。キャルちゃん、ただの天才ってわけじゃないんだな。なんてひたむきな努力家なんだ。胸が熱くなる。ただ一つ言わせてくれ。これ俺たちの練習なんだけど。しょうがないじゃない、ノック打てないんだから。第一、私にノック頼んできたのはそっちでしょ。マネージャーはやってくれてるからって。いや、まあそうなんだけどさ、あの魔法でできないかなって。うちのマネも魔法でやってくれててさ。な、先に言いなさいよ。なるほど、魔法ね。それなら超絶得意だってのよ。ほら、あんたら全員守備位置につきなさい。行くわよ。おお、一気にボールを浮かせたぞ。じゃあまずは内野よ。おお、すごい。いろんな速さや角度で緩急がついてる。最高の練習になるよ。じゃあ次は外野行くわよ。途中で諦めんな。飛びつけ、食らいつけ。よし、やればできんじゃない。じゃあ次は内野も外野もまとめていくわよ。ああ、もう面倒だからキャッチャーも構えなさい。全員まとめてしごき倒してやるわ。お願いします。あんたたち、私の練習によくついてこられたじゃない。はい、キャル監督。いつから監督になってんのよ。本当にいい練習ができた。じゃあ最後に外周ランして終わろうか。はあ、やーよ、汗かいちゃうし。って何よこれ、私のジャージ教室から取ってきたの？まったく、特別よ。じゃあ着替えてくるわ。天賀くん、ファイオーファイオーファイオー。声が小さい天賀くん。
ファイト、ファイト、ファイト。ほら、もっとモモ上げて。そんなわけないでしょ。でもスポーツに熱中する人たちの気持ちちょっとわかるかも。あんたたち弱小だから勝てる見込みはないとか甘ったれたこと言ってんじゃないわよ。どうせなら勝って引退したいでしょ。はい。はいじゃない。勝ちたいの、勝ちたくないの、どっち。勝ちたいっす。そう、この世は気合よ。わかったわね。明日は絶対に勝つわよ。天田君。